自律神経専門家シカ子の部屋へようこそ。今日は直射日光に当たると目が充血するあなたに向けた動画です。直射日光に当たって目が充血するとか、あと目が痛くなるとか、あと冬の北海道ではなくて雪が積もる地域ですね。で冬に、まあ、スキーなりなんなり屋外 で日光がこう照ってる時に長時間外にいて、その後もう目がチカチカして痛くなるとか、目が充血するとかっていうのを雪目って言うんですけど、これはあの私が小学生の頃から雪目っていう言葉はあったんですが、雪が積もらない地域の方はなんだそれってなるかもしれないんですけど、はい、あの外屋外で太陽の光ですね、太陽の光直射日光を浴びると目がその後痛くなったり充血したりするっていう、あなたは今日その、まあ、原因と予防策ということで、まあ、どんな栄養を取ったらいいかっていう話になるんですけども、そういう話をします。で冬は、まあ、屋外でっていうなると、天気がいい日に外で仕事をする方、あとスキーによく行く方、あと夏だったら海水浴とかサーフィンとか、あと、まあ、私も大学生の時に体育の授業で外でこう体育の授業を受けていた時に、その後自分は目は痛くなかったんですけど、その後すごい目が充血しちゃって、泣いてるのって言われたことがあったんですけど、その時は太陽の光に当たりすぎたんだなって思ったんですけど、その時は何でか分かってなかったんですよね。その時は何でか分かっていなかったけれども、その後これ意外とね知らない方多いので、知っておくと便利なので、はい、もう本題に入りますね。私の話はどうでもいい、本題に入ります。で冬とか、まあ、夏もそうなんです。外でお仕事をすることが多くて、もう目が日光に当たりする、天気がいい日に外にいるとその後目が充血するとか痛くなるとか、すごくそれでもう眼精疲労が慢性的になっているっていうあなたは、まずもともとその日光に当たる前から目がしばしばするとか乾燥するとか、あと目だけじゃなくてお肌の乾燥もある、ガサガサですとか肌が乾燥、手もガサガサですとか、夏はそんなに感じなくて冬になったらもうハンドクリームが欠かせませんとかっていうあなたは、まずタンパク質を取るようにお願いします。タンパク質毎回本当耳たこだと思うんですよ。タンパク質、栄養としてはタンパク質が大事です。タンパク質、まあ、プロテイン、アミノ酸、タンパク質ってアミノ酸がたくさん連なったものなので、アミノ酸、あとタンパク質とプロテインって、まあ、日本語か英語かっていう違いなので、タンパク質イコールプロテインと思っていただいて大丈夫なんですけど、タンパク質を取る。でその中でもタンパク質の中でもこう、まあ、目とかお肌とかその粘膜をきちんと作ろうと思ったらコラーゲンが大事なんですよ。タンパク質の一種にコラーゲンがあるんですけど、コラーゲンは人間の体ってタンパク質でできています。でタンパク質の中の 25% はコラーゲンって言われているので、コラーゲンすごく大事なんで、まずですね、直射日光に当たる前から肌の乾燥、目のドライアイでしばしばするとか疲れやすいっていうのが普段からある方は、まずタンパク質を取る。で特にコラーゲンですね、これは必ず取ってください。これベースなんで、うん、であと直射日光、普段はそんなにこうドライアイもないし肌の乾燥もないし気にならないんだけども、たまたま外にいて天気のいい日に外にいて、で長時間外にいた後に目が充血したとか、あと、まあ、目が痛くなったっていう方は、ベータカロチン、ビタミン A ですね、ベータカロチン、私はカロチンだけどカロテンって書いてあるのもあるか、ベータカロチン、これビタミン A ですね、ビタミン A と
ビタミン A って不足すると夜盲症って言って暗くなったら目が見えづらくなっちゃうよっていう話聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、ビタミン A は目にとって大事なビタミンでもあるし、あとこう粘膜にとって大事なビタミンなんです。乾燥を防ぐ粘膜を強化するのに大事なビタミンなんで、ビタミン A が大事なんですよ。で、直射日光に当たると日光によってビタミン D が体の中でできていきます。で、ビタミン D も A も脂溶性の油に溶けるビタミンなんですけど、ビタミン D が体の中に多くなると相対的にビタミン A が少なくなって、それでお肌が乾燥したり、やっぱり真夏の海に行って直射日光バーって浴びてると肌乾燥してくると思うんですけど、私海水浴ってもう何十年も行ってないからもう昔の記憶だけど、すごい肌ガッサガサになる記憶があるんですけど、なんでかって言ったら、ビタミン D はたくさん体の中でできるんだけど、で相対的にビタミン A が少なくなって、それでお肌が乾燥したり目が痛くなったり充血したりするっていうことなので、まずはタンパク質基本です。これはきちんと取ることと、これですね、直射日光に当たる前に、直射日光に当たる前にビタミン A そのままっていうよりも、もしサプリとかで取るんだったらベータカロチンっていう風にして、ベータカロチンはビタミン A の前駆体って言って、その前の体の中に入って分解されてビタミン A になるよっていう物質なので、ベータカロチンの形で取る方が良いので、サプリで取るとしたらベータカロチンっていうのを探していただきたいです。で、あと食材でビタミン A がたくさん入っているもの、食材、パッと思いつくのは人参、かぼちゃ、ビタミン A が入っている食材、人参、かぼちゃが、パッと頭に浮かぶものなので、これを直射日光が当たる前に取る、ちょっと多めにね、取った方がいいと思うんです。その量もどれだけ取ったら、じゃあその雪目が防げるかどうかっていうので個人差がすごくあるの で直射日光にさらされる時間がどれぐらいかっていうのにもよりますから。で、この脂溶性ビタミン、一個だけ注意があるんですが、脂溶性ビタミンって取ると体の中に蓄積されてしまうので、取れば取るほどいいのかっていうと、過剰摂取には気をつけていただきたいんで、こう中のね、表示されてる量の倍量飲んだからって言ってすぐに体がおかしくなるとかはないんですけど、直射日光を浴びるって分かってる時だけちょっと多めに取るとかっていうのはなさってください。普段の直射日光当たらないし肌の乾燥も気にならないよっていう時は、ちゃんと表示されてるパッケージに表示されてる量を守るっていうのは大事です。多く取れば取るほどいいっていうものではないので。で、食材として人参とかかぼちゃっていうのも、これもおすすめなので、これ直射日光に当たる前にですね、取っていただきたい。で、人参、かぼちゃ、ビタミン A を取る時のポイントとしては、普通に茹でたりとかして、で人参もね、生で食べれたりするので、そういう取り方でもいいんですけども、より効率的にビタミン A を体の中に入れようと思ったら、油に溶けるビタミンなので、油と一緒に取ると、だから人参とかも油で炒めたりとか、かぼちゃとかもちょっと薄く切って油で炒めたりってすると、ビタミン A っていう観点から言ったら効率よく取ることはできます。ただ油のね、過剰摂取にならないように気をつけていただきたいです。はい、今日は直射日光を浴びると目が充血したり痛くなったりするよっていうあなたに向けたお話で、まずは直射日光に当たる前から、普段からお肌も乾燥するし、目のドライアイもあるし、目もしょぼしょぼするしっていうあなたは、まずタンパク質で特にコラーゲンをきちんと摂るようになさってください。これ普段の生活で摂るようになさっていただいて、で直射日光を浴びる前にはベータカロチン、サプリで摂るんだったらベータカロチンがおすすめです。
で食材としては人参、かぼちゃが、まあ、あのすぐ手に入るビタミン A がたくさん入ってる、まあ、うなぎとかにもねビタミン A が入ってるんですけど、こういう食材がおすすめですっていうお話で、1個だけこのビタミン A とかベータカロチンは過剰摂取、たくさん取れば取るほどいいというものではないので、過剰摂取には気をつけてくださいっていうお話をさせていただきました。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。